84年のテトリスやファミコン、ウルフェンシュタインやドームを超えて現代の VR テクノロジーになるまで、ゲームは楽しむだけでなく常にテクノロジーの限界への挑戦をしてきたとも言えます。では次のレベルは何なんでしょう。ホログラムのゲームをプレイすることになるのでしょうか。ホログラムゲームの概念はゲーマーが期待しているトップであるに違いありませんが、実際にゲームの世界で新たな進化の一歩を踏み出そうとしています。新世代のゲーム機が開発される中で、情報処理機能やグラフィックの向上、さらにバグやスローダウンなどのゲームを期待するのは当然ですが、ゲームを根本から変える新しい革新的な開発は行われるのでしょうか。自分の部屋にいながら栄光神秘を求めてダンジョンの奥深くまで進んでいく自分の姿を想像してみてください。もしそうなればかなり画期的なことは確かですが、そのための技術はまだ完全には整ってはいません。ホログラム技術というと、実際の 3D の中で投影されたフル 3D 画像のことを想像する人も多いと思いますが、実際のホログラムに最も近いのはフラットホログラムスクリーンと言います。ガラスやプラスチック製の固体媒質を投影された光をある時点で止めることにより安定した画像を作成する仕組みになっています。でもそれ以外の方法では光を止めることはできないのです。ですがこの制限を超えるための唯一の方法がレーザーを使用するというもの。互いの経路を交差する比較的弱い2本のレーザーの場合、交差している点の光の明るさが2倍になります。これらのレーザー何千本かを搭載することにより、ホログラフイメージが得られるということになります。ところがこれは正解であり不正解であるとも言えます。このアイデアの問題はこちら。まずレーザーはたとえ弱いものであっても人間の目には有害。レーザーだらけの環境はユーザーにとって危険であり、コントロールするのも困難。さらにサイズが大きくなりすぎる上、予算がかかりすぎ、ゲーム機の小売価格以上になるのは必至です。そしてそのことを無視したとしても根本的な欠陥があります。強いレーザーが危険すぎるので、弱いレーザーを使うとするとはっきり見える画像を作ることができません。この場合、安全な 3D 画像を作成しようとすると必然的に何度も交差してしまい、鮮明な画像ではなく理解不能なものになってしまいます。その上、文字通り画像は静止したままなので再構成にはかなりの時間がかかってしまうもので、この方法でアニメーション、ホログラムを作成するのはほとんど不可能だと言えるでしょう。そしてここでの最も重要な問題は、ゲームをプレイする時のような没入感がなく相互作用が得られないので、この種のホログラムはゲームのためには全く役に立たないと言えます。一般的にゲーム媒体は他の何よりも没入感が追求されるもの。多くの人は映画や本も好みますが、これらの媒体は第三者の経験を登場人物の目や心を通して感じることしかできません。まあストーリーに夢中になることはできますが、ゲームとは少し違いますよね。ゲームというのは自分が主人公となって経験するものなので、地球が凶悪なエイリアンから解放されるか、城の中でプリンセスを発見できるか否かは自分自身の判断とスキルによって決まります。プレイヤーがこのような体験を十分に楽しみながら自分の決断が唯一重要なものであると感じるためには、ゲームに求められるものはやはり没入感。現在でもこの感覚をプレイヤーに与える方法は常に2種類使用されており、一つは巧妙なゲームの仕組みを利用する方法で、もう一つはゲーム内の世界を視覚的に表現する方法。ゲームのグラフィックの進歩は視覚によって没入感の進化を得るための鍵だったんです。でも少しでも人工的に感じ相互作用を得る方法がない世界だったら、のめり込むことはできませんよね。近年市場では VR 対応のもの、そして幅広い顧客に愛されるものが求められています。 VR テクノロジーは絶対的な没入感を提供する方法として、ホログラムよりもはるかに優れた手段だと言えますが、欠点があるのも確かです。ある意味では VR でゲームにのめり込みすぎてしまうということ。ヘッドセットを装着すると脳は自分が部屋にいるのではなく、どこか別の場所に移動したと考えます。そしてゲーム内のすべての動きを自分の動きと認識するので、乗り物酔いなどの副作用をもたらす場合があるんです。
皆さんも VR ゲームのグラフィックはそれほど優れてはいないということに気づくはずです。それはその必要がなく、開発者側はプレイヤーの安全を第一に考えているので、スムーズな経験のためにリアル感を犠牲にしているんです。一部のゲーム制作者は VR を使用する人にとってゲームのグラフィックが正確でリアルでないほど優れたものになると述べているほどです。脳にゲームが完全に現実のものであると思わせないよう、意図的にビジュアルを漫画風にしていて、これは普通のテレビゲームの最もリアルなグラフィックと比較しても、ゲームからの相互作用がいかに強力であるかということを示しています。これを聞くとホログラムゲームの方が安全なように思えますが、実際に 3D ホログラムの技術が実現したとしても没入感はあまり期待できません。文字通りホログラムによる別の世界を構築するよりも、ゲームによって人間の脳を騙し別の世界にいるように思わせる方が明らかに簡単だからです。でも先ほどホログラムは透明なスクリーンの 2D 投影としてすでに使用されているという話を覚えていますか？この投影された画像は画面を通して見ているときに何かが現れているような錯覚を生み出すことができます。ホログラムとの相互作用は今のところ画面とコントローラーでの入力によるものに限られてはいますが、自分の好きなゲームのキャラクターが部屋に座っているのを見るのは楽しそうですよね。ロールプレイングゲームやパズル、アドベンチャーなどの一部のジャンルではそのようなテクノロジーがかなり役に立つはずなんです。では建造物やユニットを見ながら机やベッドで楽しむものの、建設やクラフトや戦略ゲームの場合はどうなるのでしょう？そしてホログラフィックスクリーンでアップグレードすることができるのはテレビゲームだけではないということも忘れないでください。 VR が世界中の何百万人ものゲーマーに衝撃を与えた後、全く新しい体験を得るための手段として新しいテクノロジーを考えようとするのは当然のことです。でも現存する全てのゲームはゲームとテクノロジーが関係していなかった過去にルーツがあります。ホログラムは卓上ゲームを進化させるためにぴったりのものなんです。友達と一緒に卓上ゲームをしたいのに時間がなかったり、遠く離れた場所に住んでいたとします。それがトランプやゲームのチップ、サイコロを毎回準備するのがめんどくさくて卓上ゲームをするのに飽き飽きしていたとしたら、ホログラムスクリーンはとても便利ですよね。しかもこの技術はすでに開発中なんです。現在ホログラムの卓上ゲームに取り組んでいるプロジェクトがいくつかあり、その中には処理能力として静止画面やスマホ、タブレットなどのデバイスを使用しているものもあります。このアイディアはデバイス自体の価格を大幅に下げるという素晴らしいアイディアだと言えます。ここで必要なのは画面とタブレットのアプリと動きをサポートするための特別なゲームチップだけです。タブレットはカメラを介してこれらのチップの動きを把握し、アプリはそれらをゲームのために識別し画像を画面に投影するんです。もう一つの優れたアイディアは内部カメラが少し高価になる可能性はありますが、拡張現実機能のついた特別なゴーグルを使うというもの。レンズから画像を投影するのでプレイヤーから見ればホログラムのように見えますが、実際にはそうではなく、このデバイスは自由な動きができますが、ゲームの世界との直接的な相互作用をサポートしておらず、コントローラーを介してしかプレイできません。このテクノロジーは実際にはホログラムではなく拡張現実テクノロジーの延長であると言えます。でもこれらの概念はすべて未来のゲームの機能につながる可能性があるので、将来素晴らしいゲーム開発が期待されますね。私ですか？私は未だに普通の卓上ゲームが大好きです。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画を高評価しお友達ともシェアしてください。おすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。